皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は括弧の中から適する語を選びましょう。こういう問題です。1番 I'm proud、 括弧の中に at、 of、 with とあって my city、 こうなっていますね。2番 You go can swim、 括弧が well、 better、 good で than I am。 さあどれを選んだらいいでしょう。3番 Have you ever heard、 括弧の中 in、 of、 to となって夏目漱石と、こんな風になっていますね。4番 Ken was happy、 括弧があって to、 for、 of、 そして hear the news。 さあ皆さん、一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番 I'm proud of my city、 I'm proud of my city、 be 動詞 proud of で何々を誇りに思うという意味でしたね。ですから of を選んで I'm proud of my city、 私は自分の市を誇りに思っています、こういう意味になるんですね。2番 You can swim better than I am、 これ than があるので比較級の better を選ぶんです、ね、You can swim better than I am、 You はあやより上手に泳ぐことができます、こういう意味です。3番 Have you ever heard of 夏目漱石、 Have you ever heard of 夏目漱石、 of を選びます。Hear of で何々を聞くという意味でした。4番 Ken was happy to hear the news、 Ken was happy to hear the news、 何々をして嬉しいという時には不定詞を使いましたよね。不定詞というのは to プラス動詞の原型、こういう形でしたから to を選んで、 Ken はその知らせを聞いて嬉しかったという意味で Ken was happy to hear the news、 こうなるんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。